リーセンアムアンマー勢は、ドイツ連邦共和国バイエルン州、オーバーバイエルン行政管区のランツベルクアムレヒ軍に、属す市場町で、アンマー湖南西岸に位置する。リーセンはバイエルン、アンマー湖沿いのアルプス先山地方に位置する。ミュンヘンから南西約 40km にあたる。リーセン地区自体は、アンマー湖の堤防から、アウグスティノ海修道院までである。西は、 ザンクト・ゲオルゲンの集落と境を接している。さらに数キロメートル西の丘陵地に、かつては独立した自治体で現在はこの町の地区に編入されている。デッテン・シュバング、デッテン・ホーフェン、オーバー・ミュールハウゼンがある。アンマー・コ沿岸には、かつての自治体リーデンに属した集落や小集落が点在する。リーデラウ、ビー・アドルフ、ザンクト・アルダンがそれである。この町は、 公式には25の地区からなる。このうち小集落や、孤立農場などを除く集落を以下に列記する。1701年から1726年頃の、ディーセンアウグスティノ会修道院はおそらく9世紀に、ザンクトー・ゲオルゲンの集落に建設され、12世紀に、アンデクス博によって再興された。1140年にこの修道院は、ディーセン地区に移転した。 この町は1231年にはキビタスとして記録されているが、自治権はすぐに修道院によって剥奪され、1326年になって、やっと市場が開催されている。修道院教会マリア聖堂は1732年から1739年に、バロックの建築家、ヨハンミヒャエル・フィッシャーによって新たに建設された。 修道院は1803年の世俗化により廃止され、施設の一部は解体された。残った修道院の建物は第一次世界大戦後、哀れみの女子修道会が獲得した。バイエルンの行政改革に伴う1818 18年の市町村令によって、現在の自治体の行政組織が成立した。19世紀の終わり頃 D 戦は芸術家の集まる場所となり、 工芸運動の中心地となった。1934年には、アービーツ・ジェメナー・シャフトジエス・ナー・クンストが創設された。町長は、ザンドラ・ペルツルである。彼女は2020年3月29日の町長、選挙決戦投票で町長に選出された町議会は24人の議員で構成される。湖から見たディー戦 マリア聖堂1732年から1739年に、ヨハン・ミハエル・フィッシャーが建設した d 1マリア聖堂は、広く知られており、湖からもよく見える高台の上に立っている。この聖堂は1803年まで、アウグスティノ会修道三事会の中心地であった。有名なカール・オルフ博物館の展示品も見応えがある。この市場庁には3つの水浴場の他に、 ドイツで最も古く大規模な内陸湖のヨット学校があり、ヨットの貸し出しも行っている。湖岸には大規模なサッカー施設やミニゴルフ場が整備されている。湖にはペダル式ボートもある。さらに湖岸を一周する自転車道や遊歩道も楽しめる。D ンは毎年キリスト飛翔天祭から次の日曜日までの間、湖岸のプロムナードで開催される。 陶器誌で知られている。毎年マリア秘書天才には、セン芸術工芸師が開催される。5月末には大抵、泉の祭りが開催される。8月の第2日曜日には、ーフェストの大規模のみの市が、湖岸で開催される。これは、バイエルンで、最も人気で最も大規模なのみの市の一つに、数えられる。9月の第3日曜日。 市の日曜は湖へ続く絵のようなミュール通りで開催されるイベントである。さらには、アドベントの第一週にマリア聖堂前で開催されるゆったりとしたクリスマスシアブリティッシュ週間といった行事もある。1998年から2年ごとの9月中旬に姉妹都市のウィンダーミアとの文化、グルメ交流祭が開催されている。この他、 多くの芸術家がディセンで創作活動を行い生活した。カール・シュピッツベク、ビルヘルム・ライベル、フリッツ・ヴィンター、ヘルマン・ニッチュ、エドガー・ライツらである。この文献は翻訳元であるドイツ語版の参考文献として挙げられていたものであり、日本語版作成に再始直接参照してはおりません。ありがとうございます。